今年で11回目を迎えました第10競走のゴールデンホイップトロフィー海外騎手招待競走です。今回も海外から8人のジョッキーが参加していますが、昨日今日で第3戦を終わった段階でなんと笠松光栄の川原翔一騎手が現在トップに立っています。そしてこのレースで3着以内であれば、ワールドスーパージョッキーズシリーズの優勝が決まるわけであります。13頭立てスターターが台に上がりました。ご覧のように1着20点、新刈りの13着でも1点が与えられます。大蔵さん、本命はやはり菊花賞帰りのステイゴールドということになりましたね。はい、ここで勝ち鞍を上げて来年ね、要するに重賞へ出られる権利を早く取りたいところですね。賞金面でね、はい、現在トップの川原騎手が乗るファーストソニアに大蔵さん対抗を打たれました。これはどちらかといったらもう展開一つなんですがね、少し見た目より力のいる馬場になってるでしょうね、はい、今日は武豊騎手のステイゴールドが人気をしているんですが、武騎手が勝てば20点追加ということで大きくまたこのワールドスーパージョッキーズシリーズチャンピオンに輝く可能性があるわけであります。さあゲートインが終わります。最後の係員が一番外離れました。ゴールデンホイップトロフィー今スタートです。ややばらついた感じのスタートになりました。先行争い紙のクレモナが行きますが、そのうちからは、4番のステップフォワードが出てまいりました。外の方からはオレンジの帽子フラワーフェアであります。大方の予想通りオリビエペリエのフラワーフェアが先手を取りますが、紙のクレモナマイケルキネーンが2番手につけています。3番手にファーストソニア、それからパワーターボを早めに行っています。1コーナーから2コーナーへ各ジョッキーが思い思いのポジションを取りました。武豊のステイゴールドはインコースぴったりを通って現在6番手であります。武豊は現在6番手、新刈りがシェーンダイの南のテスコ。さあ先頭に戻りますと、先頭は10番のフラワーフェア、おなじみオリビエペリエであります。2番手にパワーターボはジョン・ムルタ、アイルランド、内から6番の紙のクレモナマイケル記念であります。その後ろ11番のファーストソニア、笠松光栄の川原翔一、これをかわしてかかっていったのがスプリングダイアナアメリカパッドデイであります。それから黄色い帽子が武豊、7番のステイゴールド、その外へピンクの帽子がマサタイセイ、シェーンセラーズであります。それから緑の帽子がカルジョバンビーのティエリージャルネフランス、内から4番の松永美希をステップフォワードです。あと白い帽子リボン&ボーは岡部幸男、その外へ行ったのが KS ミラーはジムコレット、新刈りから2番の YMTO は柴田義嗣の展開。さあこういう展開で第3コーナーゴールまで 800m であります。1分13秒半ややスローになっています。先頭はこの辺り9番のスプリングダイアナ、ようやく今折り合いがついています。フラワーフェアが2番手、フラワーフェア2番手、後方から一気にファーストソニア3番手に上がってまいりました。川原翔一とファーストソニア3番手に上がります。押しながらパワーターボ、その後ろ黄色い帽子が紙のクレモナと武豊、外を通りましてステイゴールド、ステイゴールドが差を詰めてくる。大外から黒い帽子が YMKO であります。さあ直線を向いて先頭はフラワーフェア粘っている。フラワーフェア、ファーストソニア、オレンジの帽子が2つ、その後ろから豊が来た。ステイゴールド3番手、大外を通って YMKO であります。先頭はフラワーフェア、フラワーフェア、ファーストソニア、間に入ったステイゴールドは伸びきれない。ステイゴールド今立て直してあとゴールまで 50m で、先頭はファーストソニア、川原翔一、外から豊か追い詰めた。勝ちましたのはファーストソニア、川原翔一、2着には武豊、ステイゴールド。この瞬間に川原翔一、笠松光栄の川原翔一が今年のワールドスーパージョッキーズシリーズチャンピオンに輝いています。勝ちましたのはファーストソニア、そしてステイゴールド、フラワーフェアです。勝ち時計は2分1秒3。見事にオレンジの帽子ゼッケン11番のファーストソニア、川原翔一であります。大坪さん、これ武騎手がですね、間割れませんでしたね。今日はちょっと揉まれ気味でね、はい、そして内々を通ったんですが、少し力のいる馬場と直線がちょっと前が壁になりましたね、外へ出したタイミングだけ差し届かなかったですね。そうですね、まあ、できれば武騎手とすれば間をオレンジの帽子2つの間を割りたかったんでしょうが、あのタイミングなかったですねそうですね、まあ、いずれにいたしましても3着以内にこの川原騎手が来たんで、川原翔一騎手、笠松光栄が今年のワールドスーパージョッキーズシリーズチャンピオンに輝いたわけであります。着順掲示板の方はまだ上がっておりませんが、1着11番のファーストソニア、2着7番のステイゴールド、馬番連勝7番11番は締め切り直前 9.5 倍をお示しておりました。勝ち戻ります11番のファーストソニアと川原翔一です。